皆様こんにちは。筋トレ嫌いなトレーナー唐沢たくみです。今日は布団の上でもできるお手軽なももの筋トレをしていきます。では早速頑張りましょう。では最初はももに効果的のハーフレッグレイズしていきます。片足をこうやって上げていきます。15秒経ったら反対の足やってみてください。では始めましょう。スタート。では半分経過。では5秒前。4、3、2、1。では5秒休憩です。次はロリーポリートイです。では M 字開脚の体勢から手はスニーカーのかかとの部分にしてもらって、お腹の力を使って押し上げていきます。しっかりとお腹を突き出すことによってお腹とももに効果が出てきます。ゆっくりでいいので一回一回しっかりとやりましょう。では半分経過。5秒前。4、3、2、1。では5秒休憩です。次はプランク走をしていきます。ではプランクの体勢からつま先を前にします。そうすると、腕に負荷がかかってきます。体幹をすることによってお腹もそうですけど、もも、背中すべてにおいて効果が出てきます。では半分経過。5秒前。4、3、2、1。では5秒休憩です。次はベアクロールタッチをしていきます。では四つん這いの体勢から膝を上げて手で膝をタッチしていきます。では膝を上げて始めましょう。なるべく上半身は、腰の高さはそのままにしていただいて、しっかりとキープしていきます。キープすることによってももがかなり鍛えられていきます。半分経過です。では5秒前。4、3、2、1。では5秒休憩です。次はオープンレッグスしていきます。では足を少し上げてもらって開脚をしていきます。足を上げることによって腹筋がまず鍛えられていきます。もしこの体勢で辛かったら手を後ろにして床についた状態でやってみてください。じゃあ半分経過。5秒前。4、3、2、1。では5秒休憩です。次はクラブティップトーです。では後ろ向きの体勢から、腰をしっかりと上げてふくらはぎを強化していきます。肩、お腹、膝同じ体勢にまずしましょう。では用意スタート。つま先立ちをすることによってふくらはぎに効いてきます。半分経過。
5秒前4、3、2、1。では5秒休憩です。次はエアウォークしていきます。で今度は寝た状態から足を起こして足をバタバタしていきます。ももに効果的です。では足を上げて始めましょう。しっかりと振ることでももともも裏に効果的です。では半分経過。5秒前4、3、2、1。では5秒休憩です。次はラスト、ニースタンディングしていきます。ではこの膝立ちの体勢から起き上がっていきます。その時になるべく頭の位置は変えないようにしてみてください。では始めましょう。スタートです。頭の位置を変えないとももにかなりの負担がかかってきますので、もも痩せをしたい人はぜひ頑張ってみてください。半分経過。もし辛かったら上体を、もっと上の方に、起こしてもらうと楽だと思います。では5秒前、4、3、2、1。お疲れ様でした。ではストレッチしていきましょう。ではもも裏のストレッチです。膝を伸ばしてももをしっかりと伸ばしていきます。少し痛いところで止めましょう。で今度は腰のストレッチです。体をひねって腰を伸ばしましょう。では反対もやりましょう。肘で膝をしっかりと押すとお尻のストレッチにもなります。で今度は腕、肩、ストレッチしていきます。で今度は手を合わせて伸ばしていきます。上にもしていきます。肩周り、肩甲骨周り伸ばしていきます。ではゆっくり戻して終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また一緒に頑張りましょう。